はい、どうも、ネクロスです。さあ、今回も時のお金に当てていきましょう。今回は前回言った通り、デクの木に行くので、まずはね、デクの木に行く前に、迷いの森で不老の風のポインターセットしておきましょう。後々のロングワープに使います。今回はデスホールロングワープではなく、普通のロングワープ。普通のロングワープってのも、ロングワープ自体もう、やばいからね。普通じゃないからね。そういえばなんか、時岡実況始めてから、なんか、バグ技のこと知って、そのもう一回時岡買い直しましたって人がね、結構多くて、意外とびっくり。なんか、自分がやってて、それで、なんか、なんていうの、自分も釣られて買いましたとか言われるとね、結構嬉しいね。やっぱバグ技ってロマンがあるからさ、ロマンの塊よ。というわけで、ここにポインターセットして、オッケー、ここにセットしておいて、あとは、デクの木に入りましょう。デクの木っていうのは、普通、大人だったら、なぜか、口が閉じてって、入ることができないんですけど、それをまあ、バグ使って、無理やり入っていきましょう、ということでやっていくんですけど、これなんでこれ、大人になったらこれ、口閉まってんのかな？死んだ時は口開いとったのに、大人になったら口閉じてるっていう、謎ですね。で、ここにね、魔法の豆植えていたら、ここからピーって乗って、あそこの双子の、家の屋根に登れるんですけど、まあそれ植えていないので別の方法で登ってきます。と思ったらメカドハンマーいると思ったらメカドハンマーあったわ。よかったよかった。オッケー、爆弾、魔力。魔力は別にいらんけど。あ、爆弾30個いいね。まあ、爆弾はね、もういつでも使うから。持っといて損はない。じゃあここは、リコイルブースターだったっけ？リコイル反動のブーストが当てる。リコイルブーストで登っていきましょう。ちょっと夜で暗いから朝にするか。オッケー。で、登ったらあとはね、ホバーブーツで、おい。おいって登るだけ。で、あとはここの上通ってロードゾーンを回避していけば、なんとあそこがロードされていないと。デクの貴様が。で、まあ、フックショットかなんかでこう、一直線にカメラの向き合わして、あとはバックソーするだけで、デクの木の中に入れると。これはまあ64からあるバグやね。オッケーオッケーオッケー。というわけで、初めてのデクの木様、瞬間で攻略しちゃいましょう。ここはね、このはしごを使って、やっていくんやけど、お、そっか、お前が邪魔してくんのか。一応こいつ無視する方法があって、登ってる間に注目しといて、フックショットジャンプで飛んでいくんやけど、成功して。オッケー。で、一番上で登っていくと。で、ここの扉に入るんやけど、横飛びしてすぐに開けると、このスキップ。このスキップちゃう。このムービーってかこのナビの会話をスキップできるんやけど、ちょっと失敗したな。まあいいや。で、こっからまあボス部屋直行するんやけど、これコンパスがあった方が、やりやすいかな。まあ、これ結構難しいんで、まあ、詰まってる人はコンパス取って、その自分の位置っていうのが把握できるようになるから、ここにコンパスあるからちょうどいいことに。まあ、コンパスは取っといた方がいいかな。そしたら、フックショットジャンプでまた壁貫通しましょう。で、まずやり方が、ホバーブーツもいつも通り吐いて、で、フックショットで、この、フックショットでっていうか、この、左端？このツタの左端を登って、あとはいつも通りフックショットジャンプして、で、飛んだら、あとは、スティック下に倒して、リンクの位置を確認しながら移動していこう。この辺。この辺が入り口になるんで。あれこの辺。オッケー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 。真ん中より若干右のところに落ちると、こんな感じに入ることができます。そしたら、誰やったっけ？ゴーマか。ゴーマ倒していきましょう。まあ、ゴーマを倒すのには、パチンコかデクの実が必要になってきて、これ弓はどうやったっけ？あれ弓はどうやったっけな？一応試してみるか。弓はいけたっけ？なんか無理やったような気がするな。でもなんか、弓矢とパチンコって、なんか共通してる部分、なんかなくない？わかる？なんかうまいこと説明できんけど。なんかそんな感じがするよ。これ弓矢どうなんやろ？無理ですね。じゃあパチンコでやりましょう。あー！いけたわ。あと一発、オッケー。弱。はい、ハートの器。
そしたらいつも通りのやつやっていくか。よっしゃ、二回目。今だ、おっていけなんちゃうこれ。はい、ロングワープ成功。今回はムービーにワープしました。これ本来は子供で見るムービーなんやけど、今回はその、前はどこやったっけ？じゃあ前のさ、ロングワープもあれか、ノクターンの2回目のムービー、2回目ってか中間のムービーにワープしたから、まあ、ムービーにワープするのは一緒やな。リンク早く逃げろ！誰やこのおばさんは。誰だこいつ。で、これ子供で見るムービーなんで、ちょっと足出すぎ、落ちる落ちる。落ちるぞ君。そしたらかっこいい BGM と共にこの巨大邪神像に飛んできたんですけど、まずは、フロールの風のポインターセットしましょう。OK。あー、ここ、ワープするってところ、迷い眠り飛んでいくから、もう一回。OK。ポインターセットして、今回はそのムービーのうちにワープしてきたんで、このポインターがムービーのうちに行きます。ここここ。で、これでもしね、なんかあって、わーっと落ちちゃっても、戻ってこれると。で、これ、緑のグローブ今つけてるんやけど、これ銀のグローブ取ったら、これ緑のグローブが銀のグローブに変わっちゃうんで、これ緑の方がかっこいいんで、このまま行こう。なんか緑の方がなんかバグ使ってる感出るし。というわけで、こっからさらにバグ使っていきます。その前に、ネイルのアイトに行くか。あれ、ネイルのアイトどこにあったっけ？この辺じゃなかった？あれ、ここはアシスやな。あれ、ネイルのアイの場所か？ネイルないの、あっちや。おい、リーバーお前、せっかくの爆弾を。てか、今思ったけどさ、これ妖精のオカリナじゃね？まだこれ妖精のオカリナなんか、時のオカリナまだ持ってないな。まあ、いっか。いらんか、あんなアイテム。時のオカリナの中で一枚いらないアイテムは時のオカリナですからね。妖精のオカリナで全部代用できるから。はい、ネイルの愛、美味しそう。めっちゃ美味しそう。ネイルの愛とか、ディンの炎とか、フロの風とか、あの、アイコンがすげえ、キラキラしてて綺麗やね。64番からずっと綺麗かったよね。空き瓶とか、ルピーとかも。はい、そしたら、フロの風を使って、おっと、1フレーム早かった。元の場所に戻りましょう。OK。で、ワープする。そしたら、この上に戻ってこれるんで、OK。で、ここにもう一回ポインターセットしておきましょう。落ちた時用に。こっからさらにバグ使って、ミラーシールドの方に飛んでいきます。飛んでいくというか普通に渡っていくやけど。これがね、まあ、そんなに操作としては難しくないけど、まあ、失敗した時用にね、保険で、プロの風をセットしておいた方がいいかな。ちなみにこれ戻っていくと、子供自体のところ逆走できます。で、そしたら、フックショットを構えて、ここのラインあれでしょ、この蛇かなこれ。この蛇のラインより、ちょっと右、ここら辺。右行きすぎるとダメ。もうここら辺にカメラ合わせて、ホバーブーツ装備して、まっすぐ進んでいって、落ちてる間にホバーブーツを解除。で、アタックせずに上に登る。ホバーブ解除。で、アタックせずに上登る。ここ登りまーす。で、最後にスティック右上で、アタックで、上に乗れると。ラッキーラッキー。で、このままこっちに行くと、ミラーシールドの宝箱出てきて。ごまだれーというわけで、ミラーシールドゲットです。早すぎ。もうワープしてきてこっちに来ただけやからな。早すぎ。これはロングフック使えば、奥側にも行ったり来たりできるんで、で、これはミラーシールドの宝箱出したら、あとはもうこっちにロングフックかけるだけなんで、よこしょ。で、これ、宝箱上から振ってくるのはロングフック対策やね。で、あそこにポインターセットしているんで、こっから、今からセーブしてやめても、まあ、時の神殿からスタートになるけど、またフローの風使ったらここに戻ってくれるから、ロングフック打って、この中入って、ダンジョン逆走して、あとは壁貫通して、ボス部屋に到着って感じやね。じゃあ次回それやっていきましょう。